こんばんは。僕対公演ありがとうございました。優香の生誕でした。生誕祭。つんさんめっちゃ可愛かった。嬉しい。沼った。可愛かった。嬉しい。ギフトありがとう。見た？いや、普通に巻いてたんですよ。めちゃくちゃゴージャスに。もう最初のさ、ドリーミンガールズぐらいかな、巻きが保たれてたのは。もうなんかもうほぼほぼ今ストレート。え、めっちゃ巻いとったんよ。え、マジで巻いとったよ。一番最初の出てきた時を見たらわかるけど、もうね、汗かいたらね、すぐ取れるから。ギフトありがとう。ツンツンしたら返してくれて嬉しかった。ツンツンツン返しツン返し、ありがとう。一番可愛かった。リオツの全力パワー気持ちよかったです。嬉しい、ありがとう。 DMM で見てた。素敵すぎる髪型。やった。めっちゃ迷った髪型。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。今日喉の調子悪くて、いや、常日頃悪いんですけど常日頃歌唱力の結晶から治っておらず、常日頃悪いんですが、今日は特にレッスンの時とかも悪くて、調子が。でも本番はなぜかね、いけちゃう人なんですよ、リオ。そう、本番はなぜかなんかうまい感じにいけちゃう人だから本番はまあ練習の時よりかは良かったけど。前髪切らんかった。ちょっとめんどくさかった。そうだよ、クアトロめっちゃ暑いよ。てか今日さ、朝配信って言っとったのにごめんね。リオ10時までできることを忘れとって、で公演終わってからできんっていう認識でおったら、そうじゃん、10時までできるじゃんリオと思って、そう朝するって言ってたけど、ごめんね。巻き巻きリオ。え、そう、今日16歳言えたよ、ちゃんと。だってさ、この前のさ、なんだっけ、花だれの時もさ、15歳、あ、間違えた、16歳ですって言った。ギリギリ言えました。ギフトありがとう。友達と思われてる私だけ泣いていても。今日ね、久しぶりにひーちゃんとひーちゃんと一緒に日暮らし歌えたんですよ。最近はリアチューと一緒が多かったんですけど、今日久しぶりにひーちゃんと一緒に歌えて嬉しかった。
ひーちゃん。え、ね、コールすごかった。一体感が。良きでした。良き。ごめん、朝待機してた。ごめんね。安心感。後ろのお兄さん、リオツンコール聞かった、ウケる。お兄さん嬉しい。誰かな。受験さん、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。楽しかった、よかった。ギフトありがとう。じゃあ、あの X とかモバメもね、載せないといけないので50分になったら壇上見ます。めっちゃあずみの声が聞こえる。いや本当にリオの手紙誰なんじゃろ。めっちゃ気になる。でもね、マーナにね聞いたらさ、なんか依頼来てないよって、いいよって。まあパーナはないじゃないですか。おそらく、いやおそらくね。パーナはないだろうし、でもマーナは来てないよって言うとったけ、誰なんでしょう、誰なのかな。え、結構実感湧いてきた。そう、なんか同期の生誕初めてだったから、なんかちょっと実感湧いたかも。怖い。怖くなってきた。来週、え、来週だよね、リオの来週。怖いんだけど。マキューさん、来週やだ。みんな来てくれるかな。結構不安ですね。自信がない。いっぱい来てくれるか自信がない。自信がない。ね、当落15日。いや、リオは絶対にその場で喋るのは無理な人だから。絶対にもう頭真っ白になって、絶対に言えない自信があります。なので絶対にちゃんと紙に書いてそれを読む。そう、その場でやってる先輩とかいるけどさ、すごいよね。よくその場で素敵な言葉を言えるなと思って。リオは絶対に言える自信がないので、必ず紙に書きます。宣言、必ず紙に書く。怖い、緊張してきた。当たれば行く？待ってる。え、リオ絶対長くなる人ですよ。リオそもそも話が長い人だから。あのマーナの遺伝を引き継いで、いやマーナの方がさらに話が長いんですけど。そのマーナの遺伝を引き継いでるので、ちょっとリオは話が長いから、
うまくいい感じにまとめられるかは不安なんですけど、多分書きたいことをバーって書いてったら絶対に20分ぐらい喋りそうだからちょっといい感じにまとめられるように頑張ります。まだ書いてない。なんかさ、まあ来週だけど、なんか前に書きすぎても、そんなに前に書きすぎてもなんか気持ちとかも変わるし、変わるっていうか、なんて言うんだろう、気持ちのモチベとか、モチベ？なんか気持ちとかも変わるから、なんかそんなに前に書くのはあれかなと思って、リオちゃんが校長先生になったら朝礼とかやばいよ、もうブーイング、みんな寝てる、みんな立って寝てるよ絶対に。そうだよね、愛子寺さんの卒業公演もあるから、次がそんなに長くしすぎちゃったらね、あれなんですよね。そう、ランプ、ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、ビンゴビンゴ。いちご大丈夫かな、心配だな、いちごギットありがとう。鮮度のいい、そう、鮮度のいいお手紙。そうだ、あの誕生日のねやつでね、めちゃくちゃね、あのプレゼント届いてて嬉しかった。そう、まだね全部は全部あの開封できてないんですけど、ちょっとずつ開封してるんだけど、めっちゃプレゼントいっぱいくれて嬉しい、嬉しい、嬉しいな。ちゃんと手紙読んでますか？読んでるよ一文字一文字読んでますよ、ちゃんと。読まないと思う、リオが毎日エゴサをして、みんなからの返信とかを待って、それが生きがいのリオが読まないと思いますか？今グレーのズボンだよ、灰色。読めない感じ、舐めてますねリオのこと舐めてますか？読めますよ、ちゃんと高一なので JK ですよ、皆さん知ってますか、 JK ですよ、花の JK ですよ、安心してください、読めます安心してください。リオとツンツン手紙代わりに嬉しい、君は今僕の太陽、人差し指空に向けて巻きつけよう、白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって
岡村さんだぞ。ギフトありがとう。疲れた。今日は一段と疲れました。あ、充電器が。四つの汗最善だと飛んでくる。来そうじゃない？絶対飛んどるやろ。届きそう。二列目とかでも届きそう。小籠包で軽く焼け出したやばい。大変。ギフトありがとう。わあ。目がかゆい。目がかゆいよ。もはや飛ばしてる。いや、そうよ。みんな、飛ばしてほしいじゃろ。飛ばしてほしいじゃろ。実際近すぎて逆に見にくい。いや、それはあると思う。しかもさ、クワトロってさ、あのステージが高いけんさ、結構首が痛くなりそう。ずっと見上げとるけんさ、首が痛くなってさ、凝りそう。アイドルスターの時飛んできた、やばい。アイドルスターの時ステージと観客のとこが近かったっけ。今日寝れそうになったけど大丈夫だった？あ、よかった。やっぱリオ僕大好きなんですよ。僕大公演めっちゃ好きなんですけど、公演の中でも一番好きかな。あのひまわり、ひまわりいい曲だなって思った。今日やりながらひまわりいい曲だなって思いながらやってました。ギフトありがとう。そう、いちごがね、あれだったけん3人でやったんですけど、そう、マジ楽しい。ひまわり特に楽しいです、やってて。古いバイクで手と目印に夏の近くへ君を連れて、歌本物。僕は何も聞かないよ。だってリオ、ひまわり最初、一番最初聞いた時に泣きそうになったんですよ。いや、え、こんないい曲があるんだ世の中にって思って、もう泣きそうになって、そう、生き生きしてた。そうなんよね。レイダウン、いや聞いて、レイダウンさ、スカートが短すぎてパンツ見えそう。スカート、ほんまにスカート、特にリオのがほんまに短くて、絶対もう最善の人とかは確実にリオの見えてるよね。そう、レイダウンマジで短くて見えてる、絶対に。あ、あとね、リオがね歌う
フレーズで好きなとこがあって、竹内先輩の仲のいい友達もが好き。あのメロディーが好き。仲のいい友達も知らないの。絶対。猫ちゃん。いや、安心して。猫ちゃんのままじゃないから。猫ちゃんの上に、ちゃんと見えてもいいやつが入ってるからね。あ、時間になりました。猫ちゃん見えたらやばいじゃろ。まだ猫ちゃんの。そうだよ。いや、なんかマーナにいじられるんですよ。あんた高校生なのに猫ちゃんでいいのって言われて大丈夫って、いつ普通のになるみたいな。あんた猫ちゃんでいいのって言われて、だって猫ちゃんが履き心地がいいんだもん。履き心地がいいから猫ちゃんが。誕生読むね。13位、伊賀さんのザッキーさんありがとう。12位、コアラさんありがとう。11位、シャガラピーさんありがとう。10位、お、変わった。13位、マックスさんありがとう。12位、伊賀さんのザッキーさんありがとう。11位、シマちゃんさんありがとう。10位、ラクラクさんありがとう。9位、ヨアカナさんありがとう。8位、アヤさんありがとう。7位、福山のタコさんありがとう。6位、ズカさんさんありがとう。5位、よしこっくんさんありがとう。4位、むがしかろじんさんありがとう。3位、鈴鹿さんありがとう。2位、北国のポンタさんありがとう。そして1位はジュルドルドルドルバン、カープ好き石くんありがとう。ありがとうね。ありがとうございました。ポーン、ありがとね。皆さん今日は僕対公演ありがとうございました。優香の生誕、自分の生誕ちょっと実感湧いてきて緊張します。皆さん来てください。来てくださいね。皆さん来てね。来てくれるよね、みんな。来てくれるよね。いいとも。来てくれるよね。ドキドキ。ドキドキ。猫ちゃんの生誕、それは違う。猫ちゃんの生誕、どういうこと？いいとも。それでは。この後 X に載せるのと、あとモバメも送るので、なんか結構夜に送ったモバメってみんなに見てもらいにくい、みんな見るの忘れがちだと思うので、読んでね、読んでね。あとインスタのストーリーも載せております。ストーリーちゃん、ストーリーちゃんも更新しているので見てください。それではバイツーン。あ、テロップって出たよね。大丈夫か。何時から配信したっけ。よ、行かない方がいいでしょとか言わないで。来て。あ、出てたよね。オッケー、ありがとう。それではバイバーイ、ありがとうございました。バイツ。